新型コロナウイルスの感染拡大は県内の経済活動に大きな影響を与えましたが今年はどんな年になるのでしょうか主要企業のトップに年頭の抱負を漢字一文字に託し新たな年を展望してもらいましたどういう感じか教えてくださいはい、えー、峠でございます、うん、このコロナの、えー、まあ,あウィズコロナの生活というのが峠を迎えると いういところで,です、ね、ひ、えー、一区切りがついて、新しい、まあ、あ社会に変わっていく、そういった転換点であるとおいった意味合いも含めまして、今は峠を迎えているというようなことを考えておりますアイリスオーヤマの大山昭弘社長は、新型コロナの感染拡大で逆風にさらされていたサービス業や観光業が活気を取り戻す一方、 労働人口の減少による人手不足など。日本社会の抱える課題が。改めて浮かび上がってくると見ています。社会情勢をですね、とえた上で。じゃあ、適切なですね、行動を取れるかどうか。そういったことが、鍵になってくるんだと思います。アイリス大山では。自動掃除機や配膳ロボットをはじめとする。 デジタル技術を生かした新しい商品やサービスに力を入れていきたいとしています。社会の変化というものをです、ね、前向きに捉えることで、新しく生まれるような需要、そういったものです、ね、積極的にチャレンジをしていきたい。去年は新型コロナに加え、原油高による資源価格の高騰も、県内経済に大きな影響を与えました。 はい、なるっていう感じかなと思っています新しく生まれ変わるというか、そしてまた成長していくっていう、別のステージでの成長であるとか、新しくなっていくとか、そういった部分があ,あればいいなと。ゴム長靴のトップメーカー、更新ゴムの西井秀正社長は、資源価格は今後も上昇し、 ものづくりにとって厳しい局面が続くと見ています今までのようなああどっかで輸入をして安く作ってお客さんに喜ぶから安いものを届ければいいという時代ではなくなると思う更新ゴムではコロナ禍で普及したオンラインや SNS できめ細かい顧客情報を得ることが可能になったためこの情報を生かすことで 新たな成長への道を切り開くことになると考えていますエンドユーザーが何を求めているのかどういうものを欲しているのかということをやはり私たちも知っておかなきゃいけないですしこの要望を吸い上げてやっぱり商品化していくっていうことが重要かなと思っています今年、新型コロナが落ち着いた状況が続けば経済活動への影響も収束し アフターコロナに向かってのののスタートの年ととなりまます朝鮮の朝挑むという字を書きましたコロナも国内ではだいぶ収まっていますので、それ考えると、やっぱりゴールデンウィークとかですね、夏休みあたりはだいぶこうリベンジ消費で <laughs> 盛り上がっていくんだろうなというふうに思ってまして、まあ、そうするとだいぶそこでは個人消費が伸びると。 いうことで景気も回復基調になっていくんだろうと思っています。七十七銀行の小林秀文頭取は、今後外国と比べて遅れているデジタル化の進展や環境配慮型社会の実現に向けた新たな技術開発や投資が見込まれるといいます。みんながそういったことで連携しながら、えー、新しいこう持続可能な 経済社会にチャレンジしていくということでありまして、まあ、我々もそれをお手伝いするということも含めて銀行としてもいろんなことにチャレンジをしていきたいというふうに考えています。